これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学院に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？アンキリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令、引力確認。周囲の敵を排除します。しましたか？よかった、目を覚ましたのね。
ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは。通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。早いさ。何ぼ。Come on!
何ぼーっとしてるの、艦長。やっほしてるの？眠い。ここで少し寝てもいい？何ぼーっとしてるの？艦長。あいあいさ。やっほー！
わかった。舐めるなよ。